アファメーーメションコーチの天野です今回は望まない人を引き寄せてしまう時の考え方ですね。まあ、このテーマについては既に2回語ってますんで、今回は3回目ということになりますで。今回はですね、再評価という側面から考えてみたいと思います。つまり、まあ、望まない人、物を、まあ、あなたは引き寄せていて、それで悩んでいるわけじゃないですか。でもですよ、でも、それって、 本当に悩むべきことかなっていうことなわけですね。まあ、つまり、たとえ望まないもの人であったとしても、引き寄せていることは確かなんですよ。ってことは、引き寄せる何かがあるわけなんですね。で、それを再評価してみるということです。で、再評価してみると意外と自分の魅力を発見できたりとか、そういったことにもなったりするわけなんですね。 で、まあ、例えばですね、まあ、僕が思い出す事例だと、高校時代にですね、まあ、すごく体格のいい人がいたわけですよ。あの、同級生に。体格が良くて、うんまあなんていうのかな。まあ、普通だったら体格が良いとい,いうのは筋トレしてないと体格って良くならないじゃないですか。でも、その人の場合は別にそういったこと全然してないのに、元から体格が良い,いっていう感じの人だったわけですね。まあ、でも、その人は、 帰宅部だったんですすよ何にもしてなかったわけですねでその人に対してですねいろんな部がもう勧誘を仕掛けてたわけですねもう入らないか入らないかみたいな感じででも本人は全然入るつもりがなくてもう嫌だ嫌だっていうふうに言ってたんですよ、うん、でも明らかにですねもう体格がよくてで何にもしてないのに例えばスポーツテストとかってあるじゃないですかあの学年で、まあ、そういった体力テストみたいなものを やる場合がありますよね。で、そういったものをやると、もう成績いいんですよ。もう遠投なんかもいいし、まああの筋トレとかも、だから腕立ても、もう常に上位にいるし、懸垂なんかも常に上位にいるし、もう学年上位なんですね。でも、帰宅部なんですよ。うん。で、単に筋力がすごいってだけじゃなくて、俊敏性もあるんですね。素晴らしっこいっていうか。ただから、 もう体重重がすごく重い人なんですけど、でも足も速いんですよね。でこんな人をまあほっとけないって人がたくさんいたんですよ周りに。でまあ各部活いろんな事情がありますからねだから例えば部員が足りないとかそういったところは何としても人が欲しいじゃないですかだからそういった理由で誘いをかけてきますしあと部員はいるんだけどまあ県大会でいい成績まで 行くけど、今一歩足りないっていうだ。戦力は一つ足りないってことで悩んでる部活もあったわけですね。で、そういう部はまあまた別な理由でその人を誘ってましたね。もう君を鍛えてまあ、是非県大会優勝したいんだみたいな感じで誘ってました。本当に熱心に誘ってました。で、もう嫌だ。嫌だ。嫌だって。もういつも帰る時に待ち伏せたりしてるわけですよ。先輩とかがでもういかに。それを。 飼いくぐって帰るかみたたいなことを普段その人は考えてたんです、ね、で僕ももういっつも愚痴を聞かされてましたよああまた今日も帰る時先輩がいるからな」みたいな感じでだからちょっと近くにいてくれないかと一人で帰ると声かけられるからちょっとあの近くにいてよみたいな感じで言われたりとか僕もしたことありますけどね、うん、まあだけど、まあ、その人も、まあ、ついに根負けして、まあ、部活に入ったんですねでそれはあの柔道部です。 柔道部に入りましたでその結果どうなったかっていうともういきなり県大会上位に行きましたその人個人でうんで地区大会では優勝しましたあの団体ですけどねうんだからその人のおかげで団体優勝できたわけですよ地区大会でだそれまではあのいまいち戦力が足りなかったわけですねいいところまでは行くんだけど、まあ、負けてしまうってことが 続いていててだけどその人が入ったおかげでもう一気に戦力がアップして地区大会で優勝したわけですよ。いやすごかったです全然練習してないのにいきなり技決めるわけですから。っていうのももともと体育の授業で柔道っていうのがあったんですね。まあ、とはいっても、まあ、せいぜい体育でやる柔道ですからそんなに高度なことはやらないんですけどでも。 そいつだけはすごく高度な技とかをバンバン決めてたんですね。その体育だけで。うん。その他の人は全然そんなことはできないですよ。もう受け身がやっとできるとか、その程度なんですけど、その人だけは、まあ、え投げとか、もう遊びでどんどんやってたんですよ。うん、もう背負い投げとか。もう見よう見真似でできちゃうみたいな感じだったんですね。だそれに注目して柔道部が誘いをかけてきて、で、まあ、 訓練したらもうずか2ヶ月とかで。で、そっからはその方面でスイスイ進んでいって、今は確か警察官になってますね、その人は。うん、警察官だか警備会社だか、うん、確か警察官だと思う。まあ、いずれにしても体力が必要な仕事をやってるわけですね。だからもうライフワークになっちゃったんですよ、その人は。うん。だから彼の場合は再評価して自分の人生を掴んだってことになるわけなんですよ。つまり、 それまだ嫌だ嫌だと。もういろんな人から声かけられても望まない人ですよ。嫌な先輩、怖い先輩から声かけられて部に入らないかみたいなこともしょっちゅうしょっちゅう言われると。だからもう逃げるようにして家に帰るみたいなことを繰り返してたんですけど、でも自分を再評価してみて、意外とこれっていいことかもと。でそういうふうに思い直して、まあ、ちょっと部活に入ってみたら、スイ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 才能を発揮させて、でそこから、 もうそれが人生になっちゃったわけですね。体力を使う仕事が人生になったわけですよ。で、今回話したいのはまさにこういうことなんですよ。まあ、つまりですね、望まないものを引き寄せてる、望まない人を引き寄せてるっていう現状がもしかしたらあるのかもしれない。だけど、それは自分が望んでないだけで、他の人から見ると魅力的に見えるかもしれないんですよ。うん。だからそれってのは再評価してみて、 まあこれっていいことかもっていうふうに検証してみるってことは必要ですよね。で、それを丸ごと受け入れるのがもし抵抗あったら一部受け入れてみる。うん。一つの要素はまあ取り入れてもいいんじゃないかってことで受け入れてみるっていうのもまあ手ですよね。で、こういうことってのは例えば、まあ、そうですね、まあ、モラハラとかってあるじゃないですか。モラハラでまあ悩んでる人とかってまあいると思うんですけど、それも一種のまあ望まない 人物ですよね、まあ、つまりそういう人っていのはいちいちやいのやいの言ってくるわけですよね。で文句を言ってなんか邪魔してくるみたいな感じじゃないですか。うん、でこれってのは、まあ、言ってみればですねモラハラ人間を引き寄せるということは、うん、引き寄せるだけの魅力があるわけですよ。うん、というのもですねモラハラ人間ってのは何の魅力もない人に対してあの何か言ってきたりしませんから。 まあ例えばこれ、まあ、イラストとか絵画の世界で例えてみると、まあ、いわゆるモラハラ人間っていうのは、うんまあ、一つの伝統とかそういったものにこだわってでそれを背景にものを言ってくるわけなんですね。だから例えばそういう人が認める絵というものはまあ、うん、歴史的な絵であったりとか、まあうん、芸術大学に、まあ、行ったら学べそうな絵とか。 そういったタイプの絵を認めて、それ以外のものは認めないっていう、まあこういう考え方をするわけなんですね。で、一方で、もしあなたがですね、まあイラストを描くのが大好きで、まあ漫画チックなイラストっていうか、そういった面白い絵を描くのが大好きだったと。で、そういう場合に、モラハラ人間はあなたに攻撃を仕掛けてくるわけですよ。そんな絵は全然ダメだぞと。そんな絵をいくら描いたって認められないぞと。まあ確かに、お前は その絵をちょっとネットにアップしてまあ調子に乗ってるみたいだけどでもそんなのはまやかしだぞとそんなことでぬか喜びしてないでもっと伝統的なちゃんとした油絵とかそういったものを描けみたいなことを、まあ、モラハラ人間は言ってくるわけなんですねで、この場合、うん、モラハラ人間がなんであなたにそういうことを言ってきてるかっていうとあなたがまさにです、ね、漫画みたいな絵を描いてるからですよ うん、つまり、あなたがもし、何の引っかかりもない、無個性な、つまらない絵を描いていたとしたら、モラハラ人間は何も言ってきません。で、なんていうのかな、モラハラ人間がつい一言言いたくなるみたいな、ついちょっと、腐したくなるっていうか、そういう、なんていうか、そういうタイプの人っているんですね。で、そういうタイプの人っていうのは、実はすごく魅力的な人なんですよ。うん で、この場合、まあ、あなたがすべきことは、モラハラ人間の意見に従うことではなくて、モラハラ人間が指摘していることも、まさにそここそが伸ばすべき場所なんだってことを認識することなんですね。うん、まあ、モラハラ人間はそこが気になって気になってしょうがないんですよ。で、そこに引き寄せられているんですよ。もう何か言ってやりたい。もう一言言ってやりたい。もう何かも文句言ってやりたいって形で。 文句を言ってくるわけじゃないですかだって言ってみたら望まない人を引き寄せてるわけですけどでもそのことによってあなたは自分の魅力を再発見できるわけなんですね。あモラハラ人間が自分の絵に対して文句を言ってきてるということはこの絵って魅力的なんだとじゃあどん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 伸ばしていこうっていうふうに考えていけばいいわけなんですよ。だからそうやって 望まない人とかものを引き寄せた場合に、まあ、自分を再発見する、まあ、自分の魅力を発見するための、まあ、言ってみたらうん、まあ、一つの材料として、まあ、そのモラハラ人間、まあ、その望まない人望まないものを、まあ、使うことができるわけなんですね。うん、いや本当ここ勘違いするとすごく人生にとって損失になるんでうんあのしっかりと意識を持ってほしいんですけどというのも。 多くの人がですねそういうモラハラ人間の意見に従ってしまって言うことを聞いちゃうんですよまあモラハラ人間の言うことって一見まともだったりしますからねだから常識的にこうだよとかモラル的にこうだよとか一般的にはこうだよとかみんなこう言ってるよとかそういうことを理由にして言ってきますからでそういうことをしかも強く言ってきますからね強い口調でこうするべきだとかうん そういう言い方をしてきますからでそういうふうに言われるとああそうなのかなっていう風に思っちゃってその方向に進んじゃうってことがあるわけなんですよいや本当これで人生損してる人多いです本当に多いですだから、まあ、この場合、まあ、イラストってことで言うとあそうなのかちゃんとした美術大学で学ぶような絵を学ばないといけないのかっていうことで変にそっちの方を学び始めちゃったりするわけなんですねせっかくその人はマンガチックな イラストを描いていてそれが大きな魅力だったのにそれを全部捨てちゃってなんか自分の苦手なところで勝負し始めるっていうかでそこで苦労し始めるみたいな人生を歩むパターンが結構あったりするわけですよね、まあ、なのでそういうふうにならないためにも、まあ、望まないものとか望まない人を引き寄せた場合はもしかして引き寄せるるだけの魅力ってあるんじゃないかとでそれってのは磨けばうん すごく人生にとって有益なものになるんじゃないかっていうふうに再評価してみる、再検証してみるっていうことは大事ですよね。ぜひ今回の話参考にしていただけたらなと思います。以上です。